えとただいまより第9回 JISNASFAO 合同セミナー、FAO で活躍する日本人職員と話す、FAO の最新の動向および国連でのキャ,キャリア形成についてということで、アフリカにおける食料安全保障の向上に向けた取り組みを開催いたします。えー、私、JISNAS の事務局がございます、名古屋大学農学国際教育協力研究センターの伊藤と申します。 本セミナーの司会進行を務めさせていただきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、本セミナーの進め方と注意事項についてお伝えいたします。このセミナーは録画、録音しておりますので、その旨、あらかじめご了承ください。内容につきましては、今後1ヶ月間、オンラインにてご覧いただくことができます。 また本セミナーでは2つの講演を終えました後に質疑応答のセッションを設けております。質問は画面下にございます Q&A ボックスにご入力ください。なお、その際には必ずお名前とご所属を明記くださいますよ。よろしくお願いいたします。匿名での質問につきましてはお答えすることができません。 またいただいたご質問への回答につきましては、私が質疑応答の際に取り上げるという形を取りたいと思いますが、まあ、直接 Q&A ボックスの方に書き込ませていただくこともございます。また時間の都合上、すべての質問にはお答えできない可能性がございますので、その旨ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。それでは、開会にあたりまして、ジスナース事務局長 名古屋大学農学国際協力研究センターの江原博先生にご挨拶いただきたいと思いますよろしくお願いいたします伊藤先生、ご紹介ありがとうございます、えー、名古屋大学の江原でございます農学知的支援ネットワーク j i s n a の事務局長を務めております、えー、本日は、えー、FAO の皆様からですね、あのアフリカの天然資源それからパートナーシップの関係の仕事の 内容をです、ね、おお伺伺いできると伺っておりますそれからまたあのお仕事の内容だけではなくてですね若い世代に向けて国連で FAO でお仕事されるという意味合いですとかそういったことも含めてあるいはおそらくあの国際的な立場でお仕事をしていくそういったところへのです、ね、アプローチをどうやっていったらいいのかという。 とも含めて、えー、ヒントアイディア、アドバイスなどをいただけるのかなと思って期待をしているところでございます。JISNAS ススはです、ね、あのここ数年、FAO の皆様にお世話になり,、ま、な,りなりながらこのような合同セミナーをですね年2回をめどに開催をさせていただいているところでございます。え今年はですねあのそのほかに実は先月は FAO、食料を えー、ワールドフードデイですかそれにちなんで、えー、作られたという、えー、世界食糧賞のですね、えー、受賞者、今年度の受賞者の、えー、キャリー・パウラー博士をお東京に招いて、えー、国際農研、えー、国際農林水産業研究センター、ジルカスの皆様、あるいは農水省の関係の方々と一緒にですね、ジ、えー、スナスも、えー、 参画者の一人としてですね、特別シンポジウムを開催いたしました。その時もですね、アフリカのですね、えー、土地に適応した作物、あるいは遺伝子資源、えー、その活用とですね、保全について学んだところでございます。そういったところで、えー、日本のですね、関係する機関からも、中堅の方々、あるいは若手の方々も含めてですね、えー、それぞれの方々の経験を学んだところでございます。そういったあところで、えー、経験を 学ぶ経験をですね、重ねてきた我々、本日はですね、入江様、それから藤原様にお話をいただけるということで、大変、えー、楽しみにしてまいっております。えー、今日はですね、あの、現在、えー、接続が80名ぐらいということで、えー、これからも少し何人か入ってこようと思いますけれども、えー、どうぞう、若手の方あ、まあ、もちろん集計の方も含めてございます、えー。まあ、ベテランの方ももちろんでございますけれども、えー 皆様のですね、えー、普段あ感じているような、えー、疑問ですとかとういうところも含めてですね、えー、後半のところでは質疑応答で追かしていただければと思うところでございますそれでは伊地え様藤原様本日はどうぞよろしくお願いいたしますはいえ花、ー、先生ありがとうございましたえー、それではこれより講演の方に移ってまいりたいと思いますえー、最初の講演はえー、F A O 東アフリカ地域支所 天然資源オフィサーであられる入江由加様におお願いしております、えー、入江様は教養学部にて自然科学を学ばれた後に、横浜に本部がございます国際熱帯木材機関での勤務を経て、生物多様性、野生動物とエコシステムの健全性、いわゆるワンヘルスですね、について学ばれまして、理学修士を取得されております。えー、その後、2014年より FAO にて勤務されていらっしゃいますが、 現職であられる東アフリカ地域支所の、まあ、天然資源オフィサーに至るまでの間には、まあ、ロ,ーマでローマにあります FAO 本部をはじめとして、まあ、ジンバブエやボツワナといったアフリカでの勤務を、また業務におきましても、まあ、コンサルタントや JPO といった異なる立場にて、まあ、FAO のさまざまな業務に従事されているということです。 えー、それでは早速イリエ様に FAO のアフリカでの天然資源オフィサーの活動についてということでご講演いただきたいと思いますイリエ様どうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますよろしくお願いしますスクリーンをシェをしようとしている 画面はプレゼンになってますでしょうかはい、大丈夫ですあ。ありがとうございます。では、すみません。ご紹介ありがとうございます。皆さん、こんにちは。えっと、FAO ・東アフリカ支所の、えっと、入江ゆかと申します。えっと、今日はあのアフリカにおいての FAO の天然資源管理のいろんな仕事について少しあのご紹介できればと思います。 であの、伊藤先生からもあのご紹介いただいたんですけれども、えっと、大学としては ICU ・国際キリスト教大学で自然科学を学びまして、でえっと、大学卒業後、 終始、えっと、にはまっすぐ進まず先に就職をしましてで一番最初に、まあえっと、ここには記載ないんですけれどもあの自然管理とはあんまり関係ないんですが、えっと、よ幼稚園であのちょっとあのアシスタントをしてましたなので教育の関係もちょっとしてたんですけれどもそこから、まあえっと、英,語英語に関わる仕事をしたいなというので、えっと、その当時ジャパンタイムズの、えっと、英字新聞に毎週水曜日に募集 欄あ、募集欄がありまして、でそこに、えっと、横浜市のというえっという、横浜市国際協力協会というところの,あの募集が出てまして、でそれに応募してで、そこから委託として、国際熱帯木材機関、横浜のみなとみらいにあるところに、うんえっと、勤務しまして、でえっとヨークの、えー、契約が終わると同時に、 えっと、ITT を国際熱帯木材機関に、えっと、雇っていただいてそこで約5年ぐらい、えー、過ごしました。で、えーっと、国際熱帯木材機関で働きながらこの,経理あのこの職種だと収支がないと進めないかもしれないっていうのを少し分かりましてで、エジンバラ大学のワンヘルス環境の面からのワンヘルスを学びました。 でそこから、えー、卒業するとともにおまずい仕事がないっていうので一生懸命左右う表裏に結構あのー、仕事を募集をしましてでなんとか FAO の本部林業局に仕事をコンサルタントとして引っかかりましてでローマに行くことになりました。 で、えー、ローマにいる間に JPO 制度を知りまして、お JPO っていう制度があるんだ、えって、と、テクニカルオイスさんとして少し働きたいなっていう観点から JPO に応募しまして、で運力、ありがたいことに受かりまして、で、森林局を、あ林業局を少し離れまして、インベストメントセンターのアジア太平洋地域の方に1年働きまして、で、 えー、あともう一つ JPO だとこれから国際機関に働くっていうので少しあの考えたところを私日本とローマという先進国しか仕事経験がないっていうのを感じましてで移動をあのお願いしてアフリカの南部の支所ジンバブエにある南部支所に移動 JPO の間に移動させていただいて経験を積みましたでその間に、えー、日本から、えー あのお金を少し頂い,いたプロジェクトをボツワナなどの、えー、と国事務所で運営していたんですけれども、えー、そこのボツワナ事務所から、えー、こっち来ないっていうお声をいただいてコンサルタントとして、えー、ボツワナ国事務所に行きましてでコロナになりました。 <laughs> でボツハナでロックダウンにあ入ってで、えー、プロジェクトも終わるからお金もなくなるどうしようっていう時に、えー、また運よく本部の林業局の,あの空いていたポジションに応募したところそれが引っかかり、えーま、ローマの、えー、仕事にすることにローマに戻ることになりましてでその後またあ えー、契約が終わる、どうしようっていうときにまたあちこちあのラブレーターを書きまして、そしたらあの今、現在の東アフリカ地域支所っていう、えー、アディサババ、エチオピアのアジサエババにあるところに、えー、約2年前から勤務、えー、しております。なんでちょっと点々と <laughs> しながらのキャリアなんですけれども、なんとかここまで来ました。 イ星論のさらっとご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ロ,ローマ本部,本部がローマにありましてで、えー、各地域事務所っていうのが、アフリカはあの次にあのお話しされる藤原がいらっしゃる、えー、とガーナ、アクラで、あとアジア、太平洋州がタイ、バンコクにありまして、えー、と欧州、中央アジアはハンガリー、ブダペスト、でラテンアメリカ、カリブ海。 のオフィスはチリ、サンチアゴ。近、えー、等地域がエジプトのカイロにあるという中で,で、その中の、えー、と地域事務所、アフリカの地域事務所の中に地域支所というのがありまして、アフリカは 4, 4箇所、えー、西、中央、東、南というので、えー、セネガル、ガボン、エチオピア、ジンバブエに、えー、と地域支所があります。 でその地域首相の下に各、えー、管轄内の国事務所がある形になります。今、私が、えー、と在,在籍している東アフリカは8カ国、東アフリカの8カ国を見ていて、えーと、その前にいた南南アフリカは今15カ国かなっていうあの各地域によって国の数が違います。で、さらっと、えー、私の仕事は、えーと 気候変動など、あとあと天然資源という仕事をしているんですけれども、まあえーと、国連が目標としている2030年の SDGs の目標の仕事の中に FAO の戦略枠組みというのがありましてで、その戦略枠組みの中に気候変動の戦略枠組みというのがあります。でこの、えー、と FA o の FAO 天然資源の仕事っていうのはこの中に全部あのリンクされた仕事で、えー、と最終的には各 SDGs の目標にリンクする形のプログラムになってます。 FAO はパートナー、多分これ次の藤原からものの説明がしたことあるかもしれないです。あのさらっとだけあの説明しますと、FAO は気候変動の、えー、中で技術的な支援や、えーとえーとえー、とグローバルなレベルから、えー、とコミュニティ、えーと各、各農家さんたちの地域レベルまでの気候変動対策の支援を行ってまして、えー、天然資源管理。 に関する、えー、と仕事としては、すごい幅広い技術や政策の専門知識の提供ということをしてまして、えー、科学、政策、実践などの中立的な、えー、立場で、えー、と政府を、えー、支援する、あとは、機構、開発金融や投資などの促進などのサポートも、えー、と政府に行っています。 天然資源管理って FAO で言うと結構あの幅広い内容でして、まあ、ここにあの、えーまあ、全部ではないんですけれども、少しなキーワードをまとめてみました。レジリエンスっていう言葉結構最近、あのー、流行ってますし、えっと、早期警報システム、あとは土壌管理、えー、家畜、水産、えー、林業、あと洪水や干ばつに関する えー、農業への支援、あとは病害虫の、えー、とサポートなど、結構幅広い、えー、ところで、えー、と支援をしています。でえー、と先ほど、えー、と少し紹介した FAO の気候変動の枠組みの中で、えー、と3つの、えー、柱がありまして、であのうお大きい大まかな、えー、と傘のような。 ところで、グローーバルルまたはリージョナルの仕事でこれは例えば今開催されているコップへの、えー、と情報提供や、えー、と政府へのサポートであったり、あと,昨年,、えー、と昨年の後半ぐらいにあのタンザニアのアルシャでありましたアフリカ森林野生動物会議っていうのも開催されまして、でそういう、えー、といろんな政府への支援。 というのがこの、えー、柱の一つ目。二つ目の柱は、えー、と国レベル。例えば政府への実際の、えー、例えば、えー、NDC、えー、気候変動の、えー、IPCC へのレ、えー、ポーティングなどの支援。で、三つ目の柱としては、もう少し下のローカルレベル。えー、直接の、えー、農家たちへの、えー、実際のサポート。 で、これと、農家さんって、例えばあの、女性への支援であったり、若者の、えー、収入源をサポートするなど、いろんな活動が入ります。で、アフリカでの課題、天然資源のアフリカでの課題っていうのは、やっぱり、えっと、森林伐採であったり、貧困、あと食料保障、えー、健康な、あと、え、えー、 干ばつ、洪水などいろんなあの季,節的季,節季節でいろんな災害などがあるので、えー、いろんなサポートをいろんなプロジェクトで、ま、なっています。で、そういう中でど実際にどういう仕事をしているかっていうと,、まあえー、とその気候変動に、えー、対応する農業サポート。だっ あとは生態系の回復や持続可能な土地土壌管理、えー、生物多様性の持続可能な利用、あとし天然資源の責任ある管理。で実際に、えー、と私がいろいろと関わってきた日本の、あのー、支援をいただいて運営するプロジェクトの少しあの紹介をしたいと思うんですけれども、これつい先,先月ぐらい、えー、ケニアで。 あの行われたあのイベントなんですけれども、このプロジェクトは干ばつの、えー、対応というので、この一番上の左上の写真で、ものすごいあの水がない地域なんですけれども、そこに、えー、と小さなダム、貯、えー、水湖を作るというプロジェクトで、で終わったら、あのその上その隣にある水のため池。 みたいのになるんですけれども、まあ今、あの、プロジェクトが始まったばっかりなので、まだ、あの、掘ってる最中という,う作業です。で、左下は、そのコミュニティに水があれば農業ができるというので、えっと、種も提供しました。えっと、今回は、ひまわりと豆、ムング豆や、あと何かな。あとは、小麦もあったかな。 っていうので、まあ結構あの、行くと、コミュニティの子どもたちがあの踊ったりあの、ダンスをしたり、歌を歌って、歓迎してくれます。これはケニアの、えー、案件なんですけれども、えー、一番左上は、えー、と家畜の餌の、えー、と配布であったり、あと一番上の右。 が、えっ、ー、と、家畜へのワクチンの、あの、接種など、行っています。で、これはエチオピアなんですけど、これも実は先月。で、えっ、ー、と、日本にある在日本エチオピア大使館の大使、柴田大使が、えっ、ー、と、フィールドにいらしてくださって、えっ、ー、と、館外のオープニングセレモニーみたいなのを少しあの、土壌を掘って、あの、玉ねぎの、 あの苗なんですけども、もに水をやるっていうの？あとはそ左上がトマトの苗を植えているところです。で、その下は昨年度の案件で、えっと当時のえっと伊藤大使がまたあのフィールドに出してくださってで、これはえっと家畜のワクチンキャンペーンっていうので、あのヤギ羊牛ラクダにワクチンを打つっていうそのイベントを行いました。 南部に移,移るんですけども、ナミビア。ナミビアでも干ばつが結構あのひどい場所なので、えっと、農業器具と種などの配布、あとは、えっと、養鶏場のサポートで、えっとこうやって、西巻大使なんですけども、がえっと、養鶏場のサポートを受けている若者との卵の写真、卵を。あの プレゼンしてる写真ですでこれはジンバベなんですけれども、ジンバベは、えっと、よいろんな案件が過去にありまして、ヨトウムシの、えっと、害虫被害のサポートであったり、えっと、鳥インフルエンザ、あとは野生動物の被害から家畜を守るという、Human Wildlife Conflict。 っていうあの案件もありまして、でその一点で、ゾ、え、ウ、っと、がの農地に来るのを防ぐためにこう、蜂を飼うっていうのであの、コミュニティさんが蜂の巣を作っているあの写真です。あとは、アンゴラではあのお米の支援をしたり、あとは、あの実際の農家への、えー、支援もあるんですけれども、政府の えっと、現場で働く政府関係者のトレーニングっていうのもあの結構いろんなプロジェクトで行っていてでこれは、えっと、ホームガーデン、えっと、裏,裏庭のちょっとした野菜を作るっていう感じので、えっとえー、栄養も、えー、食べ物と栄養を、えー、改善するというプロジェクトでした。 ボツワナでもヨトウムシもあの一番左、右上が、えー、と当時の大使、武田大使なんですけれども、ヨトシ。あの実は左上も武田大使の手なんですけれども、武田大使がヨトシをあの,のことを一緒にあの学んでくださって、農家たちとも、えー、トレーニングに参加していただいてあのくださって、ウムシの 早期啓発システムなどのプロジェクトに、えー、とサポートしていただきました。で、これ最後になるんですけれども、えー、とソマリアでは、えー、と漁業のサポートっていうので、えー、右,いち右上が魚の、えー、処理の、えー、と写真で、これトレーニング中なんですけれども、魚の、えー、管理、えー 衛生管理を兼ねた魚の、えー、処理方法、あとは、えー、と漁,漁業者への,あのボートのエンジンの、えー、修理トレーニングっていうのも行いまして、で下右下左下の写真は、えー、と当時、えー、とソマリアを担当してくださってった、えー、と日本大使館の。 桜田さんがスマリアにいらしてくださって、トレーニングの終、えっとえー、了証の受け渡し式に参加してくださった写真です。なんでこう、こういうように、FAO の天然資源っていうのは結構幅広くて、農業っていうのはあの作物だけじゃなく、魚であったり、林業であったり、野生動物であったりっていう幅広いあの活動で、えっと、日本の。 あのここはの日本のし私が、えっと、関わってきた日本の、えー、支援で運営したプロジェクトの少しちょっとだけの紹介なんですけれども、まあ、少し、まあ、アフリカでどんなことをしているなっていうのがあの分かっていただければいいなと思います。ごあありがととうございいまます様した 担当されているお仕事の様子などの写真を交えてのとてもわかりやすくあのご紹介いただきました。はいえっとそれではあの引き続きですけれどもえっと2つ目の講演の方に入ってまいりたいと思います。えっと、質問はあのまた後ほど2つ両方の講演が終わってからということにしたいと思いますけれども。あのー チャットボックスの方はですは、ね、いつでも入力していただくことができますので、あのぜひあの質問を入れていただければと思います。はいえっと、それでは次の講演の、えっと、藤原様ですけれども、農学部にて、えっと、すみません、私ビデオがオフになってました、はいえー。農学部にて学ばれた後に農業開発経済学にて修士号を取得され、 えー、在タンザニア日本大使館における、まあ、専門調査員、それから JICA、えー、の農村開発部でのジュニア専門員などを経て JICA、えー、ケニア事務所の企画調査員として、えー、稲作振興のための共同体カードですね、この事務局を、えー、などで、えー、事業、まあ、お仕事をされてきたということです。でその後、ですね2013年より今度国連世界食糧計画、WFP の、えー、ガーナ国事務所にて、 また2016年からは、同じく WFP のマラウェイ国事務所にて、P4P、えっと、ってこれ、パーチェス・フォー・プログレスですかね。<笑><笑>すみません、まああの、調達の方の関係かと思うんですけれども、まあ、そのようなあの事業務に、えー、従事された後に、2017年よりあの現職の、えー、FAO のアフリカ地域事務所においてパートナーシップオフィサーを務めていらっしゃいます。 えー、それでは早速ですが、えー、藤原様には FAO のアフリカでのパートナーシップについてと題しましてご講演いただきたいと思います。それでは藤原様、よろしくお願いいたします。伊藤先生、ご紹介ありがとうございます。FAO、えー・ファオアフリカ地域事務所の藤原です。よろしくお願いいたします、えっと。私もスライドの方がございまして、高橋さん、ありがとうございます。えー、アフリカ飢餓貧困撲滅に向けた農業・食料投資促進。 このハンドインハンド投資イニシアティブを通じた取り組みというのを私の方から紹介させていただきたいと思いますよろしくお願いいたします次のスライドお願いします先ほども伊藤先生の方からあのご紹介をいただきましたけれども私がまあ国連ファオ職になるまでの道のりということであの農学部を卒業農業開発経済学修士を取得した後 えまあアフリカ開発国際協力のえ実務経験を積みたいと思いまして、外務省専門調査員のえとして、在タンザニア日本国大使館に勤務し、援助協調ですとか、政策対話の支援といったことをあの経験させていただきました。その後、JICA のジュニア専門員として、本部のえ農村開発部、現在経済開発部ですね、にえ勤務し、 えー、実際の、まあ、農業農村開発、えー、事業の、まあ、案件の形成や事業管理に、えー、携わりました。でその後、えー、ケニア事務所の方に派遣され、えー、アフリカ稲作倍増キャンペーンと、まあ、そういった、えー、準備局員として、えー、アフリカの、まあ地,域えー、地域レベルでの 稲作進行に従事しましたでその後に、まあ、3度目の正直で WFP の、まあえー、と外務省 JPO 制度を通じまして WFP のガーナ事務所に勤務し伊藤先生からご紹介いただきましたとおりパーチェ p r o プログレスという,、まあそうですね、あの小規模農家の、まあ、能力強化をして、まあ、あの市場アクセスの改善からまあ生産性品質の向上改善といった、えー、実際現場での,あの事業に取り組むことができまして え同、えー、WFP で、えー、マラウィ事務所の方に移動いたしまして、えー、同事業のまあ班長として、えー、事業を担当しました。でその後、まあ、ご縁ありまして、えー、現在の FAO のアフリカ地域事務局でパートナーシップ担当官として勤務しております。えー、次ののスライドお願いしますで、えー、私のあの仕事を ご紹介する前に、まあ、なぜやっているかというところで、ちょっとさらっとあの、まあえー、ご紹介させていただきたいと思います。まあ、ご承知の通り、えー、世界でもですねその飢餓を撲滅、えー、持続可能な開発目標2の,、えー、この達成が、まあ、危ぶまれております。まあ、過去数年で、この、えー、栄養不足人口、まん延率と、まあ、この、えー、人口が、まあ、増加基調にあると。 いいうところでございます、まあえー、全世界レベルで見ますと、特に、えー、今現在、絶対数が多い、まあ、南アジアですとか、そういったところで、まあ、2030年までに減少していく見込みではないかと、まあ、あの最新の、まあファをはじめとした国連の,あの報告書では見込まれているものの、このアフリカにおいては残念ながら下の方ですね、えー、この栄養不足人口、お満び延率は増加基調にあると見込まれており、非常にこの達成が危ぶまれておる。 とといいいうところが特徴かと思まますす次のスライドお願いしますで、まあえー、アフリカの食料、栄養安全保障を脅かす要因としまして、まあ、大きくは3つあの挙げられております。1つは紛争、えー、2つ目は気候変動、先ほど異例の,の方からもご紹介ございました。で3つ目に経済不況というのがございます。でえーまあ、ご承知の通り、えー、新型コロナウイルスパンデミックもございますし、その前に、えー、ご記憶にも新しいかと、えー 存じ上げますが、まあ、あの砂漠飛び回った問題もございました、またあの異例からご紹介もありました、与党がフォーラーミンウォームといったこういった、えー、越境性のまあ動植物の検疫といいますか、えー、疾病等による被害というのも、えー、ございまして、えー、非常に課題は大きな課題でございます。まあ、他方で、えーまあ、機械としてピンチをチャンスと捉えるということで、まあ、機械としてもアフリカは成長しておりまして、食料農業出場は1兆ドルに達すると。 見られております人口収入も増加しております。でとりわけの生産人口である若年層ですね、まあ、若年層あの35歳未満が全人口の6割、7割と、えー、占めると、その非常に若い大陸でございまして、えー、2050年までにその若年層もさらに倍増するであろうと見込まれています。でこのアフリカのまあ農業・食料システムを変革する、そして潜在力を引き出す、えー、これについては非常にやりがいのあるチャレンジングなあの課題となっております。 次のスライドをお願いしますでそのためには、えー、やはりパートナーシップスということで、兵、あ、器、のーまあ、関も専門機関としてあの取り組んでおりますが、どの機関も、1機関だけではやはりあの解決できないということで、私の仕事としましては、この多様な、えー、アクター、パートナーと、まあ、協力、連携して、あのー、この課題に取り組むと、気が撲滅に取り組むということをさせていただいています。 まず、まああの、加盟国、アフリカの、えー、各国の政府機関とも、えーまあ、加盟国でありますけれども、まあ、パートナーとしても、えー、取り組んでおります。まあ、あの主な、えー、農林水産省となるカウンターパートのみならず、まあ、環境省、えー、あるいは、えー、商業、えー、経済産業省。 あるいは財務省等々、えー、と保健省もですね、えー、栄養という観点からたまだな機関と取り組んでおります。また私の業務としましては、2年に1回の、まあ、アフリカ地域総会、えー、アフリカ農業、まあ、農業に限らずですが、大臣会合というのを開催する事務局員として、えー、総会を開催いたします。まあ、過去2年の取り組みをレビューし、まあ、今後、向こう2年間の優先事項について、まあ、各国、えー、閣僚級会合で えー、協議してていいたただくといっっ場になっておりますで次に、まあ、地域経済共同体一番の私どものカウンターパートあのアフリカ地域事務所としましてはアフリカ共同体アフリカユニオンの、えー、委員会となります、まあ、各種、えー、政策、えー、立案に対する、まあ、技術協力等を行っております でこれ国連機関も一、まあ、つの国連ということで、えー、密に連携、協力をしております。まあ、例えばですけれども、えー、国連工業、えー、開発計画、ユニドさんとですね、まあ、アフリカの先ほど申し上げました若年層が多いので、まあ、若年層が農業、あるいはアグ,アグリビジネスに従事できて、えー、生計を向上できるような、そういう機会を、えー、こ提供すべく能力強化、えー、等の事業を行っております。 また大学研究機関も非常に重要なパートナーの一つです。あの調査研究を行われたものを私どもの技術協力によって政策レベルに落とし込み、また普及活動を行うといったこともございますし、例えばですけれども、各国の農業研究機関のネットワークである FARA というネットワークとともに、アフリカにおける忘れられた栄養価の高い 食物について調査をし、普及活動、啓発活動を行ったりしております。例えばモリンガとかバーバーブですとか、そういった食作物になります。で、それから市民社会、家族農業というのも非常に大事です。まあ、農協ですとか農家組合ですね。まあ、小規模農家、零細漁業民、牧畜民、まあ、多様なアクターが、まあ、あの主に。 生産活動を行っておるわけですけれども、まあ、それらの、えー、アクターとともに、えー、活動すると、また、えー、それら小規模農家、えー、生産者の声を、まあ、政策現場に届けるということで、先ほどの、えー、申し上げました閣僚級会議に届けるということで、対話を進めております。でえーまあ、同様に、民間セクターの方も、零細中小企業から、まあ、多国製企業まで、また、えー、生産活動に、えー、取り組む、えー、生産企業体、 加工、付加価値をつける、また流通、物流、それから金融機関等々、多様なアフリカでの農業、アグリビジネスに従事する民間セクターの声を政策に届けると、そういった対話を行っております。それからリソースパートナーとして挙げさせていただきましたが、先ほど異例からも紹介ありました、やはり資金がなくては活動ができない、事業ができないということで、様々な 80、90を超えるリソースパートナーと協力をしております。南南協力、三角協力もございます。アフリカ地域内での各国の優良事例の相互での学習というのもございますし、まあアジアアフリカですとか、中南米ですとか、まあ地域を超えて協力し合うというたこともございます。 えー、そして最後になりますが、まあ、議員連盟ということで、日本でも、えー、ファオ議員連盟がございますが、アフリカにおいても、えー、アフリカ各国の、えー、議員さんからなる、えー、食料栄養安全保障を進める議員連盟がございまして、まあ、こちらの、えー、議員の方々とともに、まあ、議員、えー、の先生方ご自身に、まあ、食料、えー、安全保障栄養か改善についてご理解を深めていただくとと,ともに、一緒になって、まあえー、予算措置を取るですとか、各国で、 あの、えー、学校給食を法案にするですとか、そういった法的な、えー、支援を整備を整えるというところで一緒に啓発活動を行わせていただいております。次のスライドをお願いします。で、えー、っとそうですね。あの日本も、えー、ファウにとってアフリカにおいてあの活動において非常に重要な、えー、パートナーの、えー、一、えー、国一機関でございます。 先ほど異例が申し上げました通おり、まあ、過去にですね、アフリカ地域、私が担当しております、サブサハラアフリカ47カ国のうち,もうち35カ国以上で、実際に日本政府拠出金の資金協力を得て、日本政府とファ o で一緒になって、さまざまな食料安全保障、栄養改善の取り組み、農業、農村開発事業などをさせていただいております。で今年 えー、すみません、来年8月には、あの第,7第9回目の、えー、東京アフリカ開発国際会議が横浜で開催されます。えー、先のチュニジアで第8回ティカット8が、えー、ございましたけれども、そして誰で歌,歌われているような、特に私どもに関係がある分野ですね、食料安全保障、栄養改善。 えー、持続可能な農業、食料システムおよびバリューチェーン支援、ブルーエコノミー、ま、た気候変動対策等々、まあえー、とそういった分野で、えー、日本政府とともに密に連携協力をさせていただいております。それから、まあ、あのカードと稲作振興やシェップというも、まあえー、儲かる、えー、園芸農業に関する、まあ、能力開発、えー、普及活動といったところでも連携をさせていただいております。でまあえー、岸田前総理からこの 先のティカット8の場で、まあ、官民総額300億ドル規模の資金投入を行うといったあの演説がございましたけれども、そうですね、やはりあのこれら事業を行うためには、えー、資金、ったえー、農業、えー、食料分野への投資が必要になります。次のスライドお願いします。で、えー、アフリカにおいて、まあ、こういった、えー、食料、農業分野への、えー、財政支出、 投資はどうなっているかというところで、まあえっと、アフリカ、えー、共同体、アフリカユニオンを、FAO、えー、兵器官が技術協力をしておりまして、2年に1回、このレビューを行っております,すね、えー。現在、まあ、10カ年計画の、まあ、マラボコミットメントというところがあの終了する年でございまして、来年から次の、えー、10カ年計画、この CADAP と呼ばれるですね、えー、包括的アフリカ農業開発プログラム。 のえー、次の10カ年経過に移るんですけれども、その中の7つのコミットメントのうち2番目がこの、えー、農業分野に、えー、投資を呼び込むというところなんですね。で、まあえー、ここでその特筆すべきところは、その2017年から2023年に比べて、残念ながらこのスコアリングとして、えーまあ、あの落ちてしまっているというところです。えー、これにつきましてはあの、政府の財政支出、公共支出のみならず、えー 国内外の民間企業による農業分野の投資というところで、まあ、若干、えー、右の、えー、地図の方で、青色で、まあ、うまく、えー、投資を呼び込めている、あるいは財政出をしている国も少なからずなくはないんですけれども、まあ、全体としては赤色で、えー、この目標達成が危ぶまれていると、そういった状況でございまして、まああのー、投資が必要です。次のスライド、お願いします。 でというところ、ですね兵器官は、えー、2019年からハンド・イン・ハンドイニシアティブ、まあ、手に手を携えて、まあ、共同すると、えー、各国の農業・フード・バリューチェーン投資計画を策定して、まあ、投資を呼び込んで実施するといったようなイニシアティブを、えー、実施しております、えー、次のスライドをお願いします。 でまあ、あの詳細はすいません、時間の関係上割愛させていただきますが、まあえー、確率フロンティア分析ということで、えー、分析をする支援を、技術支援を行います。次のスライドをお願いします。で、まあ、この投資計画を通じまして、まずは、えー、地域の特定を先ほどの分析ツールを行ってします。現在の、えー、状況で貧困率が高いところに、えー、農業・食料分野への追加的投資を行うことで、 より効果的に木が撲滅、えー、貧困削減につながる、そういった地域において、まあ、バリューチェーンの分析を行い、投資計画を作るということで、例えばもうこのタンゼネですね、まあえー、菜種油から大豆、えー、小麦、そして、まあ、若年層のアグリベンス支援等、これも生産、種,、えー、種子生産からその加工、えー えー、付加価値をつけたりですね、そういったところの、まあ、バリューチェーンの支援というところ、まあえー、必要なコスト、費用を試算しまして、まあえーとプレ、各国農業大臣がプレゼンするといったところです。次のスライドお願いしますで、えー。現状ではこのイニシアティブに全世界で72カ国、そのうちアフリカ地域においては37カ国が参加しております。次のスライドお願いします。でえー 申し上げました地域総会、えー、閣僚級会合でも各国農業大臣が一堂に会しこのイニシアティブに関しての、まあ、各国の取り組み進捗状況を交換いた、えー、意見交換いたしました次のスライドお願いしますで、えー、各国においてもですね、えー、機関の支援のもとこの農業、えー、バリューチェーン投資フォーラムを開催しましてこの投資計画を、まあ、多様なアクターですね 開発パートナーから民間企業を含め、えー、発表いたしまして、でまあ、この投資を促進するといった活動を支援しております。次のスライドお願いします。で、えー、っと、兵器官ローマ本部において、えー、今年で3回目になりましたけれども、このハンド・イン・ハンド投資フォーラムというのを、えー、開催します。申し上げました通り、えー、農業大臣率いる、あるいは、えー、国によっては、 大統領が出てくるところもございますが、代表団が各国農業投資計画を発表し、それについて個別で開発パートナーから民間企業まで個別で商談を行うといったところを支援しております。次のスライドお願いします。で、まあ、今年で3年目、2024年にはアフリカからは13か国の 国が参加し、大臣12カ国、あと2カ国から国王陛下もです、ね、参加されまして、50を超える投資案件について発表しまして、その総額規模は100億米ドルとなっております。過去2年でも11億米ドルを超える、あすみません、130億米ドルを超える投資案件について発表。 されましてそのうちまあ11億米ドル以上がまあ現在さまざまなパートナー様とまあ協議中ということになっております。次のスライドお願いします。でまあ、というところで、あの私もまあ引き続きです、ね、この、えー、イニシアティブを通じて、まあ、各国に、えー、農業・食料分野への投資を、えー、円滑に行えるような、えー、技術支援をしているところでございます。次のスライドお願いします。で最後になりますがこの、えー 今年で3年目になるこの投資フォーラムはですね、ローマ本部で全体の世界食糧フォーラムといった大きな枠組みの中で行われております。その他にもこのグローバルユースアクションという若者が集ってさまざまなアクションを行うといった授業もございますし、それからの学術研究機関の先生方にお越しいただいて、科学イノベーションフォーラムと といったところで、まあ最新の、えー、この食料安全保障に関する動向に関する、えー、意見交換ですとか、情報交換等も行われておりますので、もしあのご関心あられる方は、ぜひともですね、来年10月、平期間ローマ本部に足を運んでいただければと思います。次のスライドお願いします。ご清聴どうもありがとうございました。はい、フジヤラサラに、はい、フジヤラ まありがとうございました。えっと、質問がいくつか来ております。えっと、まあ、お二方もお二方ともですねあの、ご自身のバックグラウンドとなる、まあ、専門領域、専門分野というのを持ちつつも、さまざ、あ、まな立場にてあの、多くの業務を、えー、行ってきている、そういった経験を、まあ、余すことなくあの共有してくださりありがとうございました。えっと、質問が来ております。えっと、最初の質問を。 入江、えっと、さんの方にお願いしたいなと思っているんですけれども、FAO にコンサルタントとして入られたとのことですが、まあ、それはあのー、公,公募ですかね、まああ、悪という字になっていますか、恐らく公募だと思いますが、公募でしたか、その場合、難易度が高いと言われている公募に対して具体的にどのような対策をされましたかという点、まあ、それから、まあ、FAO の中にもさまざまなあの業務があるということは。 だと思うんですけれども、まあ現在あの質問者の方は、まあ自動自動車業界のプロマネみたいなことをやっていますと。まあでも f フエの中で業務をするのであれば、やはり農業分野の収支や職歴っていうのが必要になるのかどうかって言った点ですね。まあこの点まず、えっと入江さんにお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、えっと一番最初のコンサルタントは、えっと空席、の、えっと応募でした。 えー、FAO は、えっと、ほとんどのポジションが、えっと、一般公募されているので、えー、FAO 内外一緒に、えー、いろんなあの経験値のある方と同じポジションをあの取り合いをするというかんというか <laughs> っていうところで、えー、頑張らないといけない部分があるんですけれども、えっと、私も実は、えー、JPO を受けて えー、で実は他の機関希望だったんですけれども FAO に残ってほしいとあの言われた時にいや私農業系の環境系のバックグラウンドなので農業機関に残れるか心配だっていうところは実はあったんですね。ででも、えー、FAO の、えー、と活動っていうのは結構すごい幅広いので農業 っていう仕事だけではなく、やっぱり私の、えっと、今働いている環境であったり、えっと、藤原の,あのパートナーシップであったり、あとは、えっと、学,学術系のお仕事であったり、すごく幅広いあの職種が FAO の中ではあるので、えー、それをどのように自分が、えっと、FAO の活動、農業につないでいけるかとか、あとどのような経験を経て。 えっと s e o のえっ、ー、と活動に貢献できるかっていうところの方が大事なのかなっていうのは私は経験して思いました。でも私もすごい心配でした。私農業のあれバックグラウンドないのに j p o の後国連に残るのに SIO どうなんだろうっていうところも実はあったんですけれども何とかえっ、ー、と頑張って SIO になんとか今のところ残ってます。<laughs> ありがとうございました。まあ、先ほどあの藤原様の方からもお話ありましたように、まあ農,業まあ、農業の機関ですけれども、まあ、それは本当に資金の調達からパートナーシップを含めいろんな業務があるということと思います。ありがとうございました。 ともう一つ,一つ質問が来ております。えっと、この質問、藤原さん宛てに来ているんですけれども、まあ、現地の民間企業とのコラボレーション事例、特にスタートアップに関支援に関する具体的な事例があれば、ぜひあの共有していただきたいという、えっと、ことですね。はいいかがでしょうか。はい、えー、伊藤先生、ありがとうございます、えー。宮沢様、ご質問ありがとうございます。はい、えーっと まあ、当地での具体的な事例ということで、そうですね、アフリカの、えー、スタートアップ、えー、という、えー、への、まあ、支援ないしは、えっ、ー、と、との協力というところで、えー、ございますと、えー、例えばそうですね、えー、っと、えー、農業、えー、アグリビジネスを行う、まあ、あの世界的なグローバルのネットワークの機関が、えー、ございまして、そちらと閉機間で、えー、タイアップをしまして、 アフリカでの特に、まあ、女性の起業家、零、え、細、ーまあ、中小企業ですね、アグリビエンスに従事する、えー、起業家さんに対するこう、えー、アクセラレーター、メンターシッププログラムというのを、まあ、過去3年行っております。まあ、あのグローバル、世界的にです、ね、アフリカのみならず、まあ、アジア、えー、北米、欧州等で、まあ、成功された、まあ、女性の,その、えー、リーダーですね、えー、女性起業家の方。 成功されている方から、まあ、これから今、あのー、まさに、まあ、スタートアップからあるいはまあ起業して、えー、数年といった、あのー、アグリビジネスに取り組んでいるアフリカの、えー、女性起業家に対してこう、まあえー ワンオーワンでメンターシップを行ったり、あとウェビナー等を通じて、資金にアクセスするにはどうしたらいいですかとか、市場開拓、販売促進のためにはどういった戦略が必要かですとか、そういったウェビナーも交えながら支援をするといったようなこともございます。それから現場でも、特にうちのヘのジェンダーのチームなんですけれども、もう少し手取りは一人ですね、アフリカの中で、 申し上げましたり、まり、スタートアップ、女性起業家がどのように今後、スケールをお聞きしていくかといったところで、能力強化等を取り組んでいるという事例もございます。大きな金額ではないんですけれども、そのグラントというのも、兵器官も遅まきながら始めまして、そういったアフリカ地域における 企業家ですねに対するあのグランットいうのは始めたところです。またあと、えー、まあアジア、えー、日本とのスタートアップの、えー、方々とのまあ、えー、連携というところではあのホムの方でえっ、ー、とこの、えー、アワードと言いますか、えー、そういったところもあのこう募集公募をかけて、えー、させていただいておりますのでこの,あの申し上げました、えー、世界 食料フォーラム等でまああのこうコンペティションと言いますかあのピッチがあってまあ表彰が行われていったいうところも、えー、ございます、えー。あとまあそうですねあのいろんなさまざまな意見交換をさせていただいておりますのでぜひともあの、えー、お話を伺いたいと思いますので、えー、ご連絡をいただければと思います。えー、ご質問ありがとうございます。はいありがとうございました。えっ、ー、と時間はちょっと迫っているんですけれどももう <laughs> 一件だけ。 えっと、ちょっと先ほどの質問と、あのご回答に、まあ、関連してくると思いますけれども、えっと、森さんですね、森牧。 ソロモンの UNDP 事務所にてコンサルタントで、ね、現在勤務しておりますということですがやっぱり FAO での仕事っていうのはやっぱり農業理系専攻のイメージがあるんですけれどもでも食料安全保障と開発とか、まあ、社会科学系あるいはまあ文系の学歴でもコンサルタントとして、あのー、仕事をするためのまあ雇用の機会っていうのはあるのでしょうかということなんですが手短にあのお二人からご回答いただければと思いますお願いいたします。 すすいいまません、んじゃあ、えっと、イリエさかからお願いでき先ほどもあの申し上げたようにいろんなバックグラウンドいろんな分野いろんな専門性を持った方があのいるのであの文系の同僚友達もいっぱいいます大丈夫です <laughs> もし藤原さんの方からももし何かあればあの農業経済バックグラウンドとかでこう上がってこられたと思うんですけれども。 ありがとうございます。はい。えー、あの異例も申し上げました通り、あり、文系でもさまざまなあの機会がございます。でまあ、一点あの、追加させていただきたいのはですね、えー、とパオ、兵器官に限らず、まあ、国連、国際機関ですと、当該分野で、まあ、経験を積んでいくというのがあります。その総合職というのは、えー、必ずしもないですね。ジョブ型ですので、例えばその人事であれば、ずっと人事担当官としてキャリアを積んでいくと。広報なら広報。 サプライチェーンならサプライチェーンとそういったあのイメージです。空席公募でその関連職種に関する職歴が何年必要とかという場合になりますので、キャリアを形成するにあたっては自分の専門性を磨いていくと、そういったところで機会があの得られるという感じになるかと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの参考になるご回答いただきましてありがとうございます。 ちょっとそろそろ時間かなというふうに思っているところではあります。えー、と今回あの、キャリア形成についてということで、まあ、もちろん FAO、農業バックグラウンドなんですけれども、まあ、キャリア形成ということであの、いくつか質問もいただいたところなんですけれども、個人的な感想で申し訳ありませんけれども、伊出さんからはですね、 あのラブレターをたくさん書きましたという発言がございました。藤原さんからもご縁がありましてというようなあの言葉があのご講演の中にありましてやはりあの、まあ、こういったお仕事をいろいろ続けていく中で、まあ、この情報収集、それから人とのつながりですとかコネクションといったあたりがすごく気になっているのかなというふうにあの感想を持った心理です <laughs> えと。本日はあのとても ですかね、あの詳細にわたってあのどのように歩まれてきたのか、そして現在のお仕事についてお話しくださいまして、どうもありがとうございました。えー、それでは、えー、と時間になりましたので、えーと閉会の、閉会に向けて進めてまいりたいと思います。えー、閉会にあたりまして、えーと 中日連絡事務所長、えっと、日比恵子様より、えー、ご挨拶いただきたいと思います。日比様、よろしくお願いいたします。はい、伊藤先生、誠にありがとうございました。また、あの入江さん、藤原さんもあの非常に分かりやすいあの内容のプレゼンをいただきありがとうございます。えーと あの私どもも何度もこういうようなあの中日連絡事務所ですので日本でですねどうやってフェオの活動を皆さんに分かりやすくご紹介していくかということで常にいろいろなトピックを取り上げて違う方に 英語であったり、日本語であったり話していただくという形で、まああの努力をしております。で、今日のあのこのイベントで私としては非常に嬉しかったのは、まずあの入江の方から皆さんに見せた中でですね。非常にそのプロジェクトで具体的に現地で何してるのか？っていうのが写真付きでわかると、えー、例えば蜂出像を遠のけるとかね。なんかこういうあの何でしたっけ？野党虫でしたっけ？なんかこう害虫とか。こう 目に見えるものっていうのはなかなか我々のこの日本での広報活動って出せないので、あの、そういう形であの直接視聴者の皆様にこういうお話ができたのは非常に良かったなと思います。また一方で、あの、藤原の方からご紹介させていただきました、いわゆるその、 まあ地域全体の大きなところから見たあの、まあ、あの動き、どういう活動をしているのかというのは、えー、それはそれでまた違ったレベルの話で、これもいつも私がなんか FAO は例えばその政策レベルでなんとかとか、中立的な討議の場を作りますとか言ってますけど、やっぱりああやって100分、まあ、一見ではないんですけれども、ああいう形で具体的本当にどういう感じでやってるのか、人が集まって。 みんなが話して、それぞれの国の政策があって、っていうようなことをまで出せたということが、私としては非常にちょっと嬉しかったなと思っております。で、なぜかと言いますと、本当に FAO のやってる、その仕事のダイバーシティっていうのかな、多様性があまりに大きくて、あまりにいろんな多岐にわたっているということで、 なかなかこれを皆様にうまくお伝えすることができないということで、あのその一部、今回は本当、アフリカですね、サブサハランアフリカということで、あの非常にその地域も限定した形だけれども、こういうことをやってますよということが、申し上げることができたのが良かったと、私自身も思っております。で、一方でですね、あの皆様からいろいろな質問があったと、あの中で、F4 の仕事、その農業分野だけなのか、あるいはそういう理系だけなのかと。あの もう本当に全くあの2人の,あの返事からも明らかなように FAO はもちろん農林水産の、まあ、理系の,本当にあのガチの専門家も。 かなりいますで一方で、そうじゃなくて、例えば私のようにですねマネージャー的な仕事をしているもの、それから例えば現地代表をやっていく、そういう国代表をやっていくような、また違ったラインが入ってくる、そ,その場合はバックグラウンドは理系でもあったり、文系でもあったり、あるいは他の機関からやってきたりと、実に多様なんですね。それ以外に本当にそのデータ関係、データだけを集めてあの頑張っていく統計関係者、それからあとは例えば政策とか、 法律関係ですねあの。いわゆる弁護士とか、まあ、法律の専門家なんかもかなり入っておりあのその組織の中だけの例えば法律を見るんじゃなくて国の法律のあり方とかも見ていくとそういうような政策法律系それからもちろん経済、えー、そしてあ,のあとはもう人事財務評価安全 ですね、あのロジスティックスという形で多岐に分かっているのでぜひともです、ね、皆様、あのあの,今日のお話を聞いてくださった方で、まあ、こういう分野だったら自分もあるなと思われたらあの一度考えてそういうような分野で分析、まあ、が出ているのかあるいはそういうの可能性がないのかみたいな形をです、ね、あの考えていただけると大変嬉しいと思いますあと、あの最後にですがあの特に藤原の,あのプレゼンで今日あの強調されていたんですけどやっぱりこれからの言葉は投資ですね。 FAO っていうと、農林水産業で、なんかこう、本当に私たちがガチで、小さなプロジェクトでこう縦割りでやってるイメージがすごく強いんですけれども、今、ものすごい勢いで、この投資環境というものを各機関、FAO を含めて、そして我々の支援している加盟国の政府も真剣に取り組んでいます。どういう形でこの農林水産、あるいは農業システムの強化にお金を入れるのかと、いくら技術的に頑張っても。 やはりお金が来なければもう問題は解決しないと、でそのためにはあの非常に重要なのは、まあ、プライベートセクターですね、あの民間セクターの投資を進めることが大きいのと、あとは例えば世界銀行であるとか、あるいはその地域銀行です、ね、地域開発銀行と組んで、ブレンデッドファイナンスでいろんな そのファイナンスを混ぜて1つの大きなポートフォリオにする、その中の一部を FEO が担当するという非常に複雑な環境になりつつあり、えまあ、そういう中で、ますますこれまでにないようなそういうその知識とか経験とか、あるいはまあ技術なども必要になってくるというふうに思っております。ということで、あのー、なかなか深いお話を簡単にまとめることはとてもできなかったんですけれども、本日は。 非常にあの私自身も勉強になりましたし、皆様にもまた feo の違った一面をお見せする機会になったことを大変嬉しく思っております。皆様、本当ありがとうございました。また、伊藤先生、あの司会進行ありがとうございました。はい、えっ、ー、と日々所長ありがとうございました。えっ、ー、と、私も大使の手の上に乗っている虫さんの写真が <laughs> とても <laughs> 印象に残っております。 あの詳しいお話を聞かせてくださいまして、ありがとうございました。はいえ。それでは、えっ、ー、と、以上をもちまして、第9回、ジスナス FAO 合同セミナーを終了とさせていただきます。皆様、最後までご参加くださり、ありがとうございました。